四五。なんて調べたらいいか分からん。総選挙ポスターって調べたらさ、もうそれぞれのあの立候補ポスターが出てきちゃう。違うんだよ、これじゃないんだよ、違うんです。ポストさん、ラブレターありがとうございます。ありがとう。実家に帰ったらある、実家に帰ったらあるんですけど、ゆきりんさんが写ってる、宮沢さえさんもいるんです、確か。だから貼ってたの、推しメンが写ってるから。もうあかりんさんに実家にあるポスター写真送ってくださいって言った方が早いってぐらい、同じ、もう本当に同じ時代を生きてきたんやなって思います。私あかりんさんのそういう AKB さんトークを聞くたびに、あ、こんな感じのやつね、こんな感じのやつです、こういう感じのやつのさ、いやこれも持ってたけど、なんかこれの AKB、まあ、ちょっとヘビーローテーション衣装みたいなバージョンのやつだった気がする。記憶が曖昧です。付録、えい、阿部寛さん、ラブありがとう、ラブユー、そう、ナポレオン衣装、それそれだと思う。何、デニム系のやつじゃない方です。なんかあるじゃん、デニムの方もヘビーローテーションじゃなくて黒とかのやつ。いやでもこれ、いやこれも貼った、待って、見つけたかもしれない、これです、これ。あ、でも待って待って、いやこれだ、これこれ、私総選挙応援ブックだ、これだ、これでした、これだったよ。2011年選抜総選挙応援ブック付録ポスターでした、多分多分、ね、私が初めて買った総選挙の本がこれだった、これ、この青いやつ。毎年ね、総選挙ブックとあの水着サプライズと買ってた、買ってたよ、水着のやつと。でも私はアイドルに布をまとってほしいタイプだから、もうなんかそう、そうだわ。いや私ポスターめっちゃ持ってます、そう思ったら。ほうほう、ね、私も未だにちゃんと残してもらってるよ、引っ越しするときに捨てないでって言った、ちゃんと思い出だからね、思い出詰まってるからね。さ、ゲームの AKB さんのゲームのやつも、ゲーム持ってないくせに攻略ブックみたいなやつをゲットして読む。ゲーム持ってないの。データありがとうございます、ありがとう。しんいちさん、けんけん、ラブレター。でもなんかさ、いやなんか
この時の ATU メンバーでやるってなったらみんな優柔不断というかさ、日によって次の日はダメみたいな。違う。紅茶ありがとう。あ、まもなく1時間。あ、本当だ。今日はもう1時間で終わります。終わりますよ。喋りすぎちゃうから。ヒーローさん紅茶ありがとう。バセリはもう攻略できないと思いますもう私が攻略されてたまるかっていう設定にすると思う。だからひねくれた人しかいやパセリはもうこうやると思うみたいな。もう自分がそうだから、自分も負けず嫌いだからそうすると思うみたいな人しかもう当たらないと思う。難しいと思います。もし出たら頑張ってください。いやアイスも、いや私このアイスあんま食べれないとか言うかもしれない。違う、これじゃない違います。パセリにソタロ攻略してほしい。いやもうちょちょいのちょいや、ちょちょいのちょい。キングさん、ユタパパさん、カイちゃんありがとう。バッドエンドいやちょっとやってほしいな。ちょ考えてみようかな。私のゲームメールとかでね、3択ぐらい作ったらいいんですか。私がどういう感じなの。私ああいうのやったことないから分からん。なんか例題みたいなやつを、こういうのがあのテンプレですよみたいなのがあったら教えてください。したら考える。ファセリはじゃん、告白ムービーを撮る。それは厳しいそれは私なんかアイドルになって萌えゼリフとかを言わなきゃいけない時もだいぶもうヒヤヒヤする。お願いひなさんって今までもう思ってたから、ひなさんが卒業してこれからも誰がやってくれるんだろうと思っています。私はそういう担当でやっていくあれじゃないから、器じゃないのでひなさん卒業後はもう安住にね、安住にしてもらおう。あるさん花束ありがとう。いやアイスね、タイミングがあるかもしれない。今じゃない。大変よね、萌えゼリフ。クリスマスの萌えゼリフ言ってた。私言ってた。でも私萌えゼリフとか言った時記憶から消すよ。全然覚えてない。言ってた。カズヤさんハートありがとう。ときめきメモリアル選択肢で検索すると出てくる。ときめきメモリアルってさ、あのさ AKB さんの誰かがさ、あのなんか借りたまま帰ってきませんみたいな MC してたやつ。ときめきメモリアルって入る前ぐらいあった。それそれですか。メールか何かであげます。あれ心のプラカードかなんかのあれ、なんか書いてたやつ。こうやって胸パカって開くハートの心のプラカードの衣装のなんかそんな感じのでも書いてた。なんかそんなうっすらとした記憶がある。キングさん唇ありがとう。ああ眉
優さんと指原さんのやつか、なんかめっちゃ覚えてます。それでときめきメモリアル、ポストさんラブレターありがとう。